はようございます。3日目の朝です。もう昼です。皆さんに報告しなければならないことがあります。出ました。とんでもなく壊れるかと思ったトイレ。なんかあのこれちゃん部屋からさ帰ってうちらよりですね後に帰ってきて部屋戻ってくるのに1階のトイレ壊したかも。めっちゃ決めてきた。マジこれちゃうなと思って。でも拍手喝采だったよね。そうだよ、すごすぎる健康。健康でしょ。もうでももう壊れてるかもしんない。あれからあそこ行ってないから。うちにフーチモンだもんね。そうだよ、すごいよかった。もうこれでさ、もうほんとこれで最後まで出なかったらほんとキレの悪い映像になってた。キレの悪い映像になってたよ。うまいこと言ってんじゃないよ。いやいや、でもよかったよ。あ、もううちら健康だけが取り柄だから。そうなんだよ、うん、不健康になっちゃチャランポランタンじゃないからね。あーよかった、よかった、よかった。だからすごい機嫌がいいの、もうものすごい機嫌なの、うん、もう大変。え、しかもさ、ね、あのさ、ニキビパッチどうだった？治ってない？いや、もう変えて3回目するかな。え、ねえ、やっぱさあれ？うんじゃん。え、どう？あんまり効かない？うんじゃん。ねえ、うんじゃん、ほら、やっぱ。え、あんまり効かない？うんじゃん。え、めちゃくちゃ効いたんだけど。だから、うんなんだって、それが、うん、え？ニキビパッチめちゃくちゃ効いたんだけど。うんだと思う。1日つけたら、ニキビ治ったとか言い始めて。いや、それさ逃げパッチの威力なんじゃなくて運なんじゃないのって言ったの。原因とか、だからやっぱ腸の環境が良くなかったら肌も荒れるタイプってことが分かったのよ。こんな情報を知った、皆さんが知ったところで本当にえ、だからなんだって話なんだけど、なんかさ、小春さんって恋人ができたら肌荒れてたよねって言ってたじゃん、うん、気使って運してなかったんじゃん。そんな気がすんのよマジで。そんな気がすんのよ。だからね、なんか精神的なもんでもなかったの。精神的なもんじゃなかったのよ。じゃから、あの将来的にはもう気にせず、もう何でもかんでも出せる相手、うん、私はそれが目標かなと思ってますね。そうですね。いかがですか。何がいかがなの。いかがですか、うん、それが分かったことだけでもちょっと今回はすごい、もう本当に大発見。これはカンカンのメンバーにも言わないといけない。私はあのストレスが溜まっていたわけではありませんでした。うんが溜まってるだけ。本当にそうね、絶対そう、本当にそう。ちょっとよくわかんないけど行ってみよう。翻訳機でゼルネールって中国語で調べて、それを翻訳、あの Google マップにかけた。そのネイルのお店がすごい人気店だ。でもそんなに、どうだろう、土曜みんなどんな具合なんだろう。普通に東京だったらさ、土曜の昼間とかも予約なしで行けないよみたいなテンションだけど。ああ暗っ、やってんね。あ、でも一人だ、手術してる人。あ、今日は無理？あ、そう。OK。ありがとう。次行こう、次。混んでたわ。あ、4時半？4時半か。間に合わないね。マジ予約いっぱいだった。昨日予約しとくべきだったね。よし、美容院行こう。こっち通ってきたよね、うん、あれ違ったっけ。あ、ここだ、美容院か。美容院、面白いじゃないですか。あ、ここだ。あった。
あ、でも待ってんね、なんかすごい待ってる。あ、なんかすごいトナカイさんが。でも待って、あのなんかあのお兄さんだ、あの座ってるお兄さんも従業員の人？え、待って、暇すぎて座ってる。こんにちは。今日さあ、うん、できますか？Can I? Can you? OK、 本当？こと？これ？あ、これね。Yes. あ、洗ったらこれってことね。うん。うん、OK。OK、うん。やったー。ありがとう。大丈夫だった。てかみんな何家族これ。みんななんか暇すぎてしまってしまう。え、なんかでもさ、機械とかすごい最近すごい。あ、かけないんだ。あの、ティッシュみたいなやつ。どうですか？うん、いい感じ。なんか。じゃあ、オッケー。うん。こんな日本でもさ、飛び込みで。日本でも飛び込みでこんな美容院行ったことないんだけど。うわー、すっごい強いね。気持ちいい。マッサージがえげつない強い。でも私頭めちゃくちゃ硬い人間だから、日本ではなんかあの頭皮マッサージどうですかって言われても全然優しくて、多分まあ優しめから入るんだろうけど、どんなにもっと強くもっと強くって言っても結構全然強くやってないんだけど、こっちすごい。え、さっきのはシャンプーじゃなかったの？あれ何？ちょっと流します。違った、流さなかった。まだ洗う。え、待って、いつまで洗うの？すごくない？こんなやってくれる？シャンプー、え、もう10分くらいやってない？シャンプー。今の髪型のこだわりはどうする？こだわりはね、そんなにないけど、あ、でもずっと割と長くて、おかっぱが似合うことはずっと、ちっちゃい頃からずっとおかっぱだったから。あー、Thank you very much。 待って待って、ちょっとぽいぽいぽい。この感じにしようかな。どう？あ、結構変わりますね、それだったら。結構短くない？結構短いよね。短すぎかな。でせっかく来てるしな、みたいなのもあるしな。これいいじゃん、小春ちゃんのなんか小春ちゃんバージョンのももみたいな。ちょっとこれにしようかな。これにする。これ、yes. なんかちょっとチュッ、OK、 Thank you。チュッチュッって感じの。うん。あ、何？なんか他の勧められた？ジャパニーズ。あ。ああ、ああ、うんうんうん。あ、何？色？じゃなくて他の髪型を勧められてる？もしかして。あ、他のもあるよって見せてくれてる。さっきの髪型はどこなんだ？の髪型。あ、これどう？ OK。 うん、うんうん、髪の毛、うん、なんかいろいろ見せてくれてるけど、さっきのがいいんだけど、え、あの決めた瞬間に、あー、okay. うんうんうん、そう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 、okay. いいね。伝わってんのかな。なんか OK って言ってから3つから見せられてるんだ。大丈夫、始まります。ついに結構サクッと始まる。初めて姫カットやっちゃうかも。小春ちゃんびっくりするね。うん、キュート。うん、キュート。本当？ありがとう。可愛いって言われた。こ
かなりどんぐりっこみたいななってるんだけど大丈夫かな。あの時助けてもらったどんぐりですみたいな大丈夫。からのこのくらい切りましたよ。うん、すごい、かなり短くなった。うんうんうん、どんぐり星人って感じで。え、こんなに短いおかっぱマジ超久々かも。これ多分びっくりする感じ。ちょっとそこ巻きすぎたかも、ね、でもダン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 、かわいいできた。どうでしょう、はい、あ、足りた。谢谢。じゃあね、バイバイ。ありがとう。髪切ってきた。わ、涼しい。どうでしょう。頭いいな。大丈夫大丈夫。うん。ありがとう。じゃあね。ホワリちゃん、トーファにいた。ホワリちゃん、すごいって一言言った。言ってないよね。え、うちら3人ともマジで元気に健康になったおかげでうちらの部屋のトイレ流れなくなった。どうしよう。もうどうしよう。シェイ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 、やばいやばい、大変大変、なんかぶっ飛びそうぶっ飛びそう、ちょっと待って、やばい、このでっけえテント飛ぶんじゃないかっていう、みんな、あ、やばい、最強携帯、小林ちゃん、北海道8個買ってます。全然寒くありません。ね、DJ なんかちょっと髪の毛盛り上がって、なんか浅く被るのかっこいいみたいなのあるよね、なんかこれ何、これめちゃくちゃいいと思う。さてやってきましたキャンプでアミーゴ、シャランポランタンのボーカル妹のモモとフーチンです、ドラムです。はい、私たちは日本からこの台湾台中にある、あで毎年開催されてるミュージックフェスティバル、キャンプディアミーゴに初めてやってきました。1日目なんですけど、なんと、大雨、すごいね、と、強風により、そして気温が低い、見てください、みんなもう寒そう、ふぐふぐ震えながら、このもうこのテントたちがすごい、大丈夫かな、すごい勢いでも飛ばされるんじゃないかな、
テントたち、うわおいうえうえうえ、ここ風が強いんだ。まっすぐ立ってらんないくらいのね。であのマイクにもすごい風の音も取るし、ね、すごいすごいすごい状態で1日目迎えてますけども、私たちはこの1日目の大鳥最後の出番 でこのあと9時から、楽しみあそこのステージでライブする予定です。ところで小春さんが見当たらないんですよ、はい、小春さんはですね暖を取りながら今、はい、動画のアップロードをしております。早速小春さんちょっと行ってこようかな。小春さんのところにちょっとじゃあ失礼して、このねなんとこの素晴らしいねこのテント、これね、これ高いですよ。このテント、これ超かわいいのよ。これもう絶対に吹き飛ばされない暖かいテントの中に小春さんいらっしゃいます。こんにちは、こんにちは。はい、はい、もうね外はすごい風とすごい雨とみんな震えながらね、大丈夫ですよ、震えながらキャンプ楽しんでる、楽しむ状態でもない。暖かすぎて、ここがすごいもう安全地帯、もう今ちょうどね今日音のバランスがもう完璧です。もうすごい素晴らしいです。このね安全地帯で小春さんもあのせっせと、動画の編集をすごいすごい、本当にすごい。これはだいぶここがちょっとさ、やばいね、言ってみるもんだ。こっから出たくなくなっちゃったね。ちょっと本当に快適すぎて無理。もともとキャンプでアミーゴじゃなくてホールアミーゴっていうフェスだったんですね。フェスっていうか、まあ、パーティーだったんですけど、それがちょっとフェスっぽくなって、それでキャンプを足してキャンプでアミーゴっていうあのフェスになったんですけど、一番最初のちっちゃなやつから数えると2011年からなんで、もう11年目ぐらいです。キャンプと音楽とおしゃれな人がやってくるフェスですね。多分ここ10年で一番寒いってあのニュースで言ってたんで、まあ、まあ慣れてないキャンパーとかはもうみんなそそくさと帰ってしまいましたね。暖かいです。いただきました。いただいためっちゃそれいいっすねって、買わせてくださいって言ったらあげますよってもらっちゃいました。これ私はもうもらい物で生きてる。本当に本当に温かい。これ何でしたっけ、あの何でできてるんでしたっけ。リサイクルウールでできてて、そして50年ぐらいの歴史がもう日本であって、50年くらいの歴史が日本であって美州っていうあの地方の、美州っていう技術が生かされてます。地方の技術が名古屋の方面ですね。名古屋方面、名古屋方面の愛知の、あの全然通訳も何もない、あの新しい新しい通訳みたいな感じの。ちょっとじゃあ行こうか。ちょっとまた買い物行ってきます。普通に衣装じゃできなくねってなってる。新式タイツ寒いっすよね。だってあの水着しかないってことだもん。そうですね。これかわいいじゃん。これは小春ちゃんいいと思うよ。オンリーワン、あ、オンリーワン、yeah. そう言われると欲しくはなるよな。ねえねえねえ。来年3月に電気のが出ますから、ね、それまではねちょっとだけ待ってもらって、ね、でもお客さん一気に増えましたね。雨が止んだから風もってこと？なんだろう。この順番的にこの後ですか、転換ちょっとあって。そうだね。確かに。結構人増えた。急に増えたね。
いやですよ、私だって寒いものはあの。ね、似てる、なんか。でもなんか、面白くて。素晴らしい。これ一人で。今なんとなくつけてみただけだろ。今日は体重で、うん、切った。あ、素晴らしい。かわいい。体重で。おお。え？何？ぽくなった。なんとなくもうこれでいけてる。りょうた、なんかちょっとね。寒い格好で的な雰囲気の、もう全身体制不可能だからこれ。そう、これだけできるよ。中タンクトップだよ。中タンクトップ。これだけできるよ。ちょっと不可能。ちょっと。え、皆さん気持ちいいですか？気持ちいいですか？気持ちくはない。寒いよ。気持ちくはない。今日は寒いです。今日は寒いです。本当に寒い。素晴らしい。頑張ります。頑張って。また準備はいいかい？全体が一歩。盛り上がる準備できてくれ。じゃあ、跳高板路。有奖哟。非常好，来自综合各位，小人们难的，加上我们的卢卢。通じるかちょっと。ザンラ合ってる？ザンラザンラザンラ、え、楽しいわ、楽しい、ザンラ、開始。あ、じゃあもうね、開始。それの方が覚えやすい、うん、楽しいばっかり言おうよ、うん、え、寒いわ、うん、あ、ちょっと難しい、ちょっとダメだ、ちょっと難しい。え、さっきからさ、私さ、いろんなとこでさ、ザンラーって言ってる、ザンラーって言ってんの、みたいな感じなんだよ。あ、はいはい、あっち行くよ、あっち行くよ、はい。足太いから、うん、最前にめっちゃファンがいる、女の子が隠る僕ってある、私の友達ジャラポワンダー、いらっしゃいませ。La la 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 la
ならない夢の花よ。だけど彼女は60歳、当たり前だよ、ミスターは今やカラポーランダルールじゃん、カラポーランダルールじゃん。するために水だけ飲む、クラクラしてる良い子は真似しないでね、ミニスカートを履きたいな。くるぶしどこにいる、なぜにあたならいい、行方不明あなた、会いたい会いたいよ、会いたいよ。私はくるお口ある、ホテルに戻ってきましてですね、今からマッサージに行きたいと思います。痛い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 筋痛気持ちロレ気持ちだよ、気持ちロレ気持ちロレえ、なんくわ、ディティパカウェ気持ちロレ気持ちロレコナルちゃんにボスみたいなのがつくのマジ言ったけどちょっとなんかわかんない気持ちロレが来たちょっとマジ最強の気持ちロレが来たね、気持ちロレなんかこの人は人だけめちゃくちゃ気持ちロレしないのかわかんないけど、あれ
決めてる、めっちゃ決めてる、無理。なんでなんで、ねえねえ、なんでなんで、なぜ千鳥かわいい、なぜ千鳥。いたいて、気持ちのね、のみー、ちょっと待って、ちょっと待って、いたいて、おあ、気持ちどれね、うん、気持ちどれ、うん、気持ちどれ、ちょっと待って、マジ漏れそうになるからなりなりずでなり便秘ねなりずでなりぶべんべっぴ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 便秘になれちょっと待って、ちょっと便秘になれ腰痛くなりそう、ちょっとやれて、yeah. うんうん、あ、これね、あ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 、すごい、取れ高や、取れ高やってんだ、yeah, yeah. すごい、すごい、少しねえ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 、カメラに、うん、リアクション大きくって言ってる、そうそうそう、ねえ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 、頼む頼む、もう大丈夫大丈夫大丈夫、もういいもういいもういい、すごい、本当にもう、本当本当頼むよ、もういいよ、本当に本当にもうもう、すごい、マジで、ね、なんで小春にしかやんないのね、あんたらは頼む頼む、ほんとにねえねえ、 OK? No No やめてやめて、ねえ、もうそんなに No, no, yeah、 ねえ、ひどい、ひどいよどこ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 違う違う、どれどれどれちどれどれちどれ、無理、どうでした今日ライブは、皆さんライブ楽しかったです、あの最初の方は寒かったけど、もうすぐ数曲もう3曲ぐらいやったらもうすぐあとすごい、いやもう衣装めちゃくちゃ着込んでたから、もう脱ごうにも脱げず、で何か印象的な瞬間とかありましたか、あでもやっぱあの 3つ中国語を覚えてたから、ちょっとそれがねやっぱ聞いてきたね、あのザンザンラーとシェイシェイと目だって目だって、グエグエグエ、ほんとにちょっと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 頼むよジジイジジイジジイ呼びすんな、そう、そう、あそうめちゃくちゃ聞こえたから脱げずに、あそう、あ印象に残ってること、あルルさんね、ルルさん、ルルさんはやっぱちょっと待って、頭耳がバカ、耳が疲れてんの、ルルさん、ルルさんめちゃくちゃ盛り上げ上手だったの、盛り上げ上手ってかかなり盛り上げてくれて、ルルさんのおかげでやっぱあの初めて見た人にも受け入れてもらえた気がするな、それなりつどこどこ、おボン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 、おっぱい、おっぱい関係ないでしょ、ちょっと待って、簡単アップボン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 、ああ、そしたら巨乳になれるよ、ありがとうね、やべーマジ、皆さんじゃあこのままちょっとエンディングまとめてもらってもいいですか、はい、はい、楽しい台湾でした、台湾旅行で、旅行じゃない、台湾公演でした、観光もできて台湾を満喫できたと思います、また台湾公演来年とかね決まったらいいな、その時またこのマッサージ屋さんにも、うん
たいと思う。他のおいちゃんがいい子ある。家なら雑やっぱでもやっぱ本当にうちのさやっぱもうまるちゃんにこのボスがつくのは本当にマジで運持ちだわ強運の持ち主でしょ。痛い痛い痛い。日本に帰りたいと思います。また台湾で会いましょう。さよならパーちゃん手振って。さよならさよなら、皆さん、さよなら、はい、うちもさよなら、やまそして、痛い、ちょっとゆっくりして、ちょっと優しくして、あ、マジ取りなく考えてる、この人ちょっとマジで